ルカ・アベール公爵は宮殿を取り壊した。かつて彼の父親が私の胸にメダルをかけてくれた場所だ。そしてその上にサーコノスの全市民が何年も食べていけるほどの費用をかけあれを建てた。広大な土地に自己満足の記念碑を。私には故郷の人々に対しこれを正す義務がある。人々は銀が流通していれば満足で、生産元の事情など気にもしない。グランドパレス内に入って公爵を殺し、デリラの魂を盗む方法を探さなければならない。感じる。これが私の最後の夜。もうすぐ偉大な馬になる。お前には安らぎがふさわしい。長く居すぎたの。デイラの魂を探し出して、この死んだ肉の檻に閉じ込めて、私を自由にしてほしいの。理解できない。きっとすぐにわかる。そこを建てた人々の骨を髄までしゃぶる貴族の支配者を。準備はいいか？侵入した宮殿はいくつかある。どれも軍隊を寄せつけない作りだ。大義のために身を捧げる男を止めるとなると全く別の話だろうな。アベール公爵を殺すのはパズルの一部でしかない。公爵がデリラのために隠してあるものも見つけないと。ステルトンの家を訪れて収集した情報を隠していたようだが、それは構わない。世の中には多少不可解なことがある方がいいからな。だがグランドパレス内ではどんな行動であれ、それがカルナカの状況にこの先何年も影響するかもしれないことは覚えておけ。カルナカの状況が不安定なことは分かってる。この件が片付いたら私もエミリーも考えなければならないことがたくさんある。準備はいいか？出発の時だ。宮殿には公爵が暗殺者を混乱させるために用意した影武者がいる。役に立つかはわからないが、理念を洗っている友人が影武者は喫煙者だと言っていた。彼女が言うには影武者はいい人らしいから話してみるといいかもしれない。しかしアベールのような暴君のふりをするなんて実にくだらない仕事だろうな。なぜ奴を廃位させないんだ？彼には軍隊も鉱山の支配権もあるし、これまで首都からあなたの援助もあった。公爵のパーティーでは皆ゆでガニを食べながら国を分割しているんだ。ダンウォールにもそんなパーティーがあった。オベッカ使いがエミリーの機嫌を取っていたな。サーコノスに戻りたいと思ったよ。それを忘れかけてるんじゃないか。浸水地区にある廃墟になった肉屋で寝泊まりしていたが、そこの屋上からパーティーの明かりを見ていた。お前が苦労したのは知っている。宮廷で長年過ごしたが、私は再び何者でもなくなった。だが私がここで見たことは、ダンウォールタワーに戻っても自分の中に残っているだろう。よかった。公爵を殺したら彼がデリラのために隠しているものを見つけて取ってくるんだ。終わったらボートで迎えに行くから。できるなら助けてくれ。今じゃ私は新たなゴミの山だ。カルナカの法律なら知っている。法律は変わる。最上級衛兵は必要に応じて新たな手数料を作れる。時計修理工を知ってるか？いい店を持っていた。セラフィーナか。あの店なら全身上した。ああ、報告によればそれはおそらくハウラーの仕業らしい。だが火事の原因は誰も知らない。あの火事で彼女の兄弟は死んだんだ。覚えているのは中で酔っ払って寝ていたということだ。支払いは明日まで待とう。おい、どうかしたのか？アウトサイダーにやられた。開けてくれない。暗号があったけど船の中なの。例外はない。暗号日和はまだか？そのうち来るさ。それまで自分の。おや？内陸への移動について返答をもらったんだが断られた。明るい面を見ろよ。ここはどこよりも給料がいい。それに自分たちにちょうどいい仕事にやる。彼女の存在を感じる。公爵を殺す方法を他に見つけられるかもな。火事の話じゃないさ。演奏しているわ。これ全部彫像を楽しませるためだ。その像を通してレリラ女王と話ができると思っている。でも魔法の声が。もちろん公爵はジンドッシュの騎行兵を依頼した。毎日新たな法令だ。漏れ口を一つ塞げば別の糸が出てくる。放っておいてくれ。一人で考えたいんだ。最上級衛兵としてならな、今はこの立場を手放したくない。温度が上昇中。背中が痛い。考えると証だ気分。今頃彼女は手紙を読んで。ランウォールはいつでも私にとって不思議な海の味。これで宝物庫が開くはずだ。ここに来てからの5年の間に、それ以前の人生よりも多くの悪いことが起きていることは確かに。誰かいないか。全体を探すなんて無理だ。そんな時間はない。考えたい。彼は痩せすぎだと私は言ったんだ。一日も持たないってな。かわいそうに。どうしていつも正しいことを言わなきゃいけないんだ。空気が悪いな。ひどいもんだ。体に良くないだろう。何もないのか。調べるぞ。見間違いか。お辞儀や手にキスはないのか。そういった客じゃないんだ。謎の人物か。なら聞こう。君は何者で何が目的だ。お前は公爵の影武者だろう。奴を倒すために来たのだが、お前の力が必要かもしれない。話を聞きたいか。仕方ない。バレてしまったか。でも公爵の暗殺じゃないなら何が目的なんだ。お前ならルカ・アベール公よりも優れた公爵になれる。私が奴の心臓を切り取らず退位させたいとすれば、お前が公爵だと皆に信じさせられるか。それは大胆な計画だけど、私の脳裏をよぎったことがある。私が本物のアベール公爵で、彼が影武者であるとみんなが信じれば、彼が愚行を犯したことにできる。影武者がとうとう正気を失い、自分が公爵だと思い込んでいるとね。何年もかけて自分の演技を完璧なものにしてきたけど、一つ問題がある。彼が持っているメダルが必要なんだ。信じさせることは簡単なことだけど、彼の最上級衛兵に証拠としてメダルを見せろと言われるだろう。ルカはそれを常に離さず持っているんだ。よし、それほど時間はかからないはずだ。それが終わったら私は町を出る。すぐ後でダンウォールから指示を送るが、お前には多大な適応性と協力を求めたい。サーコノスを崖っぷちから救う時間はまだある。アベール公爵が与えてきたダメージを埋め合わせられる。いいね。でも私はサーコノスをここの人々のために適当だと思うやり方で指導する。君の王国によって厳選された操り人形としてではなくね。それに同意するなら、公爵を気絶させて彼の部屋に連れてきてくれ。あとは私がうまくやるよ。で、あとは私次第だな。メダルを取って彼らを呼ぼう。見ているよ。うまくやってくれ。心配無用だ。何年もこのクソったれの真似をしてきたんだ。アルメイダ隊長、至急部屋まで来てくれ。問題発生だ。早くそこに隠れるんだ。Let's go. 若者を逮捕してくれ。どうやら自分の役を少々真剣に捉えすぎている。私から手を離せ。あんな男だ。何年もよく仕えてくれたのに、私にこれほど似ているものはもう見つからないだろう。連れて行きなさい隊長。ただし優しくな。わかりました閣下。我々にお任せを。なんだと、これはデタラメだ。お前ら全員生きたまま皮を剥いで塩風呂に入れてやる。何か彼のためにできることがあるといいんだが、ずっと私のふりをしていたのが結果的に負担だったのだ。やめろ、止まれ。サーコの公爵は私だ。やめてくれ。アダマイアのハイペシア医師ならこの男の対処法がわかることでしょう。公爵が隠していたものを見てみよう。宝物庫か。お願いは命令をすべて完了した。メモを取れ。最終テストが終わったらこの映像は消去しろ。私をこの死の器から解放して出なきゃレイレの魂に閉じ込められない。あなたの魂は癒しだ。どうやったら解放してやれる？あなたに与えられるもの全てを与えたわ。導こうとした。今あの子にはあなたが必要よ。安らかに我が愛しの女王よ。我が空の星よ。あなたの目、手、そして心、私の最後の思いはあなたを愛する気持ち。これで終わった。次はデリラの魂を戻す。これは何？原違いの妹の心臓？彼女の肉体だけが残っている。とデリアの魂がそれをまとめる。これで終わり？カルナカは崩壊したのか？公爵は心変わりをし、状況は変わりつつある。じゃあドレッドフルウェールに戻ってダウンウォールへ向かうんだな。そのようだな。エミリーを助ける方法を見つけ、王座を取り戻してあげるために。準備はいいか？こっち、ここを出よう。分かった、お望み通り。